みなさんこんにちはレック専任講師弁理士の水崎ですよろしくお願いしますえっと春ゼミの案内になりますね5月の後半から7月の中盤ぐらいまでですかね約2ヶ月間の間また一緒に準備をしていて勉強し頑張っていきましょうで、まあ本試験8月の後半ですかなのでその1ヶ月ちょっと前直前期のちょい前ぐらいまでですかねの講座になります でこの時期直前期が近づいてくるとあのなかなかこう緊張したりとか焦ってきてしまうことが多いんですよねでペースが崩される、まあ、そうならないようにですね週1回なわけですからで全、まあ、8回ちょうどいいスパンなのかなと思います一緒に準備を進めていきましょう、えっと、簡単に私自己紹介しますねあの講師としては大体8年ぐらいやってます 入門講座担当論文それから講述全ての試験科目を担当してきて今はエルゼミを中心に受験指導をしています普段は特許事務所に勤めてます出願中間それから審判裁判まで、えー、いろんな業務に従事していますあとは企業に行ってセミナーをやったりですとか、まあ、知財のアドバイザーをやったりなんかもしています 私のクラスで注意していること、私が特に指導に気をつけていることは3つなんですね。まず1つ正確な答案構成と正確な解法です問題を解くということですねそして2つ目弱点を知ること弱点の把握ですそして3つ目この2つを使って実効的な意味のある復習につなげる自習につなげるということです。 はい、一つ目について正確な解法。あのよく相談を受けるのが問題を解くたびに何か答えが変わってしまうとか、答案の点数が安定しない。そういった方の多くがそのゼロから問題を解こうとしているんですね。はい。で、そうしてしまうとなかなかこれ答案は安定しないですし、新しい問題に対応することも難しいんです。一度解いた問題であれば解けるんだけれども。 でも初めても解く問題は解けないでも当然も本試験も当然これ新しい問題が問われるわけですよねなのでそういった問題に対応するにはゼロから物事を考えるという解き方ではなくて正しい解き方を身につける画一的で何度解いても解けるという解き方を身につけるのが大事なんですねはいじゃあそういった解き方をどのようにしてゼミの中で指導していくかはい。 私のクラスではこういった答案構成これ実際私が問題を解いてどのような順番で何を考えて解いてきたのかなという軌跡が残っているんです。答案というのは解放が頭の中にあってダイレクトにそれを答案に反映するわけじゃないんですよね。必ずその間にはこういった答案構成というものが存在します。なのでで答案構成にはですね その問題をどのように解いたかという奇跡があるわけですなのでこのようにして私は考えどうやって問題を解いてきたのかなっていうものを示しながら問題の解き方についてお話をしていきますあの詳しいお話はゼミの中でやっていきますからねはいそして2つ目です「弱点の把握」というところ答案返却されるじゃないですか で解説冊子を見て見比べて何で自分はこの点数なのかな何が良くなかったのかな何を書くべきだったのかなというところを把握するのって実は難しかったりするんですね。そここででで私のクラスはは毎回採採点点表表を配布しますすんな感じですね採点表は その問題で問われていた論点そしてそれに対する拝点、そして自分がどうだったかという得点が一覧になったものです。なので得点のところに空欄があれば当然それは失点になりますしそもそも拝点は得点はあるんですけれどもまあ8点のうち2点しか取れなかったとか4点のうち1点しか取れなかったというのであれば 何かが書き方をおかしい。要件がおかしい。当てはめが何かおかしかったのかな？っていうところを把握することができますし、逆に言うと何を書かなければならなかったのかな？っていうところもわかるわけです。なので、こういった採点表を使って、自分は何ができていなかったのか、弱点を知ってきちんとした復習ができるようにしてください。そしてまあ3つ目と言いますか？今の正しい解法、そして。 弱点を把握するこの2つを持って意味のある実行的な実習・復習をしてくださいあの直前期になると講座の数が減ってきますからどうしても1人で勉強しなければならなくなるんですねでもその時に間違った問題の解き方間違った復習とかをしてしまうと全く意味がなくなってしまうんです なので一人になっても正しい解き方でちゃんと復習ができるそういった意義のある実効的な自習復習ができるようにその準備をゼミの中でしていっていただきたいと思っています。はい、で、えっと、最後といいますか欠席についてなんですけれども毎回私 IC レコーダーであの音声は収録するんですね。はい、で資料については、えー、ダウンロードできるようにサイトを用意しているので。 いろいろ今コロナとかねありますから通学が困難な場合はそういったフォローもしています答案はメールで受け付け付まますすすしメールで返却するとといいう形をとっていますは,い、ではえと最後まとめますけれどもあの受験勉強は非常にしんどいですし最後の方直前期になると本当に1人で勉強しなければならない孤独な勉強になってきます。 なんですけれどもその直前期のちょっと手前までですかね私が一緒に伴走していきますまあ伴走と一緒に走るっていうことですけれどもなのでその間一緒に勉強していてまあ安心してください一緒に勉強していきますからねはいで試験は8月のまあ、終わりの方ですねでその結果が出るのはさらに数ヶ月先です確かに今から考えると試験の結果が出るのは数ヶ月先なんですけれどもでも試験の結果を出すのは 今どんな勉強をしているかなんですつまり結果が出るのは先であったとしてもその結果を出すためには今この1日をどんな勉強しているかがすごく大事なんですよねなので一人になったときでも講座がなくなって一人になったときでもきちんとした勉強ができるように今から少しずつ頑張っていきましょう大変だとは思いますけれども皆さんも頑張らなくてはならないでもその代わりゼミの中で私も一緒に頑張っていきますから なんとか今年合格に向けて一緒に走っていきましょうではこれで終わります